二代目、鳥居清万とは、江戸時代中高期の浮世絵師、鳥居派五代目当主。初代、鳥居清万の孫で、鳥居清長の門人。幼名は小之助、後に亀治郎。清流剣、五ビ唇カとゴース。作画期は、文化4年から、校歌の頃にかけてで、完成7年9歳の時、清長に入門し新法と称した。 この時清長はすでに絵師として活動していた実施の鳥池よまさに鳥家の中で家督相続の問題が起こらないよう画業を捨てさせたという。文化三年以降には草蔵師の挿絵を手掛けた。文化の頃に描いた大岩二色絵の美人画があるが、その画風は菊川英山風と言われている。文化十二年に清長が没すると二代目清島の名と鳥家五代目当主を継ぎ、 以後は、版画の仕事から退き、鳥居家のお家芸である芝居看板絵や、版付絵などを手掛けた。肉筆美人画も残している。去年82。墓所は、豊島区の染井墓地、法名は、栄昇院精神日満神寺。門人に、実施の三代目、鳥居吉万、新国、清行、聖安、鳥居良沢、清和、三代目、鳥居良忠、聖和がいる。 ありがとうございます。